パパカツは2017年6月26日から毎週月曜0時に DTBFOD で配信開始された日本のインターネットテレビのドラマ。主演は渡辺敦郎。脚本は野島真司。視聴者の好評に応え、同年10月12日より毎週木曜0時55分から1時25分に富士テレビにて地上波放送開始。 2018年2月23日に Abex Pictures より d v d ボックスを発売予定。言葉の由来はユニバースクラブがマーケティング戦略として生み出したとされている。Abex 通信放送の映像配信サービス DTV とフジテレビのタックによるオリジナルドラマの2作目。女性が男性から金銭的支援を受けることを目的に交際をする。 現代の新たな男女関係、パパ活を題材にした、野島伸司のオリジナル脚本のラブストーリー。物語の中心となるのは、女子大生のアンリと大学教授の校である。野島によると、本作において、パパ活は入り口のモチーフとして使われており、物語は年のさ恋愛のみをテーマとしてはいない。ヒロインであるアンリがパパ活を開始するのは生活費を稼ぐためであり、 背景にある、貧困女子という現代の社会問題や、孔の抱える心の闇をも描いている。20歳の大学生、アンリは、母親の再婚により家から追い出され、孔は10年前に10歳の娘を亡くしていた。利害の一致した二人は、パパ活サイトを通して出会い、疑似親子として生活する。しかし次第に、禁断の恋に落ちていく。本作のヒロイン、赤間アンリを演じるのは、 イーデマリエ。イーデによれば、自分とは、正反対の性格で、強めの口調の今風の、イケイケな女の子を演じることや、パパ活のテーマ、自身の父親と、同年代の男性との恋愛を理解するのは困難で、脚本を読んだ当初は、できないと思いましたと語っている。しかし、イいは10代のうちに、大人の男性との恋愛を演じる経験を前向きに、捉え、年の差恋愛を意識せず、 普通に恋をする気持ちを表現しようと出演を決意。後に、プロデューサーから、逆に恋愛をあまり知らない人、恋愛体質じゃない人に演じて欲しかったと聞かされた、ことで不安は軽減されたという。さらに、いいでは、ヒロインの全てを投げ出しても飛び込みたい気持ちに共感したい。一方で、理解できない葛藤を抱えながら演じるうちに、絶望の中で、 寂しさを抱え込む女の子が一人の男性の存在により希望を取り戻すというアンディの役柄にリアルさを感じるようになったという。宮田文久によると本作はパパ活の持つスキャンダラスなイメージの裏側にある理解者を求めているにもかかわらず周囲と想像したような関係になれない焦りや寂しさを描こうとしている。 野島が1994年に企画したドラマ家なき子で見せた強烈なエモーションごと切迫したリアリティをぶつけてくる野島説は本作でも発揮されており20年前も現在も現代社会の人間関係の苦悩を描き続けてきた野島らしい作品であると評した聖場0一によると本作はタイトルから想像されるちょっとエッチなラブコメではなく愛と性を 正面から描く野島らしい作品である。その上で1993年の野島脚本ドラマ、高校教師と同様に過激な題材を扱っていながら、本作では以前よりも純粋な作家としての力量は洗練されていると評価した。そして2010年代の地上波テレビドラマに求められる穏やかな作風に合わせるのでなく、 作品発表の場を有料配信動画に移すことで、野島は変わらず、青草くあった作品を作り続けているとした。タイトルは FOD より、今夜泊まるところがないの私は、あなたのペット寂しがり屋の飼い主恋したら、契約違反実の娘の身代わりパパに抱かれる夜には、忍び夜破局の予感命短し、恋せよ乙女。ありがとうございます。